情報交換会は宮城労働局やハローワークなどが開いたもので、障害者の就労を支援する NPO など30の団体がブースを出しました。会では障害者の雇用を検討するおよそ70の企業の担当者がブースを回り、障害者が働きやすい環境整備の仕方や配慮すべき内容などについて意見を交わしました。物流業務を、やっておりまして、2024年問題を、間近に控えている中で一緒に、仕事できるような、人材、また可能性を模索しながら、進めていければと思っております。国は障害者の社会参画のため、民間企業の障害者雇用率を 2.3% 以上とするよう法律で定めていて、従業員 43.5 人以上の企業は障害者を1人以上雇う義務があります。宮城労働局によりますと、去年6月の統計では、県内の企業の障害者雇用率は 2.21% と、全国で下から9番目で低迷しています。一人でも多くの障害者の方が安心して明るく働いていけるような、そういう取り組みにつながっていけばいいと。宮城労働局は今後もこうした情報交換会を開き、障害者雇用率の向上につなげたい考えです。